主に超大国とみなされる国主に大国とみなされる国主に地域大国とみなされる国主に中堅国家とみなされる国国際連合安全保障理事会の常任理事国である大国は多い。北海道東野湖サミットでの各国首脳。八つの国が国際問題を議論するため非公式の世界政府などと批判される。ヤルタ会談。 イギリス、アメリカ合衆国、ソ連の3つの国によって第二次世界大戦後の国際秩序が決められたため、冷戦体制を大国による世界分断と呼ぶことがある。大国とは、ある分野において国際的に大きな力を持つ国のことである。大国とは相対的なものであり、時代、世紀、国力、軍事力。 歴史的経緯など多様な要素によって判断されるため、一概に決めることはできず、固定的なものではない。冷戦下のアメリカ合衆国とソビエト連邦は大国を超える存在として、超大国と呼ばれていた。冷戦が終結し、ソビエト連邦の崩壊の後は、アメリカが唯一の超大国とみなされ、2010年代以降は、中華人民共和国も、 第位の超大国に加わったとされる。欧州連合や独立国家共同体のような国家連合を国家ほどの一体性はないものの類する勢力とする考え方がある。また、地域大国という表現もある。これは大国が全世界的に影響力を持つのに対し、ある一定の地域内で大きな影響力を持つ国を指すものである。例としては、 南アジアにおけるインド、東南アジアにおけるインドネシアやベトナム、南アメリカにおけるブラジルなどが挙げられる。さらに、その国のある特徴を指して、大国と表現されることがある。特に、福祉、軍事、経済の分野で使用されることが多く、福祉大国や、軍事大国、経済大国と表現される。他に、消費大国や、資源大国、人口大国、 スポーツ大国、サッカー大国などもある。日本は第二次世界大戦で荒廃し、敗戦によって軍事力や国際的な政治力を喪失したため、大国の地位を割れた。しかし、その後の復興で経済大国として大きな影響力を持つようになったため、再び大国とみなされるようになった。また、文化大国という呼び方もある。 どういう基準で大国と呼ばれるだけの巨大な影響力を持つか判断することは議論が分かれるところであるが基本的に世界の多くの国に文化的影響が認められるかどうかで判断される類似の表現として周辺国に影響力のある国々を列強ということがあるまたこのような大国に至った過程または大国を目指す意思や政策を立国という 対照的な定義として小国がある。ただし、小国、ミニ国家については、領土面積、人口を基準としていることが多く、バチカン四国やシンガポールのように国際的な影響力を持つミニ国家も存在する。現在の大国間の相関図世界に占める大国の GDP と軍事費大国と呼ばれる、現在の国々は定義や研究者によって異なることがあるが、 主要な研究機関は、以下の7カ国を大国と位置づけている。今後、21世紀半ばには、アメリカ、中国、イギリス、EU、ロシア、日本、インドの7カ国、地域が、大国になると予想されている。カレント・アラインメント・オブ・グレート・アンド・ミドル・パワーズ、アメリカ合衆国の国家情報会議や、戦略国際問題研究所、イギリスの国際戦略研究所、 インド防衛研究協会、元外務省所管の日本国際問題研究所、CSIS、デモクラシー・イン・ US セキュリティ・ストラテジー、ハット CSIS、デモクラシー・イン・ US セキュリティ・ストラテジー、ハット IISS。サンクションズ・アズ・グランド・ストラテジー、ハットシプリ、A ・フューチャー・アームス・コントロール・アジェンド・ハット、エウロペアン・セキュリティ・フォールム。 ホワットプロスペクッツ・フォー・ノーマティブ・フォーリン・ポリシー・イン・エー、マルチ・ポーラー・ワールド・イザ・ノース・コリア・アフター・キム・ジョイン・ニ・インプリケーションズ・フォー・イースト・アジアン・セキュリティ・ハット・ジア、平成22年度外務省国際問題調査、研究、提言事業アジア・太平洋における、各種統合の長期的な展望と日本の外交ニーズ、平成15年度防衛戦略研究会議報告と、討議、 イラク戦争後の国連、同盟、有志連合、ハットグローバルパワーズ・イン・ザ・21・ショートトン・センチュリー、ハット・ NIC、レポート・オブ・ザ・ナショナル・インテリジェンス・カウンシル・エス・2020・プラジック、ハット・シエッサー、リージョンズ・パワーズ・ザ・ストラクチャー・オブ・インターナショナル、セキュリティ、ハット・ライジング・パワー、ザ・ニュー・グローバル・リアリティ・アメリカ合衆国国家、情報会議 NIC グローバル・トレインズ2030、 ありがとうございます。